いわき FC の今日のメンバーです。ゴールキーパーは鹿野、石田、家泉、遠藤、川村、下田、宮本、山下、有田、今日は永井がスタメン入り、そして吉澤という11人です。アウェーの栃木 FC のメンバーです。ゴールキーパーは藤田、最終ライン福島、平松、大谷、福森、西谷、佐藤翔、吉田、小堀、山田、そして宮崎という11人です。福島隼人はそのままアンダーラップ中を追い越していきます。カットして川村、宮本が縦に出て吉澤ターンした、長い中寄りでサポート、有田も左まで流れてきた、有田こぼれてきた、山下だ。カウンターはやりきった形のいわき、山下のシュートは最後ちょっと浮いてしまいました。家泉また一つくさび、有田からここは対応しました。佐藤翔、突破を試みた山田でしたが引っかかる、奪い返してもう一回山田、根本を狙う、おー抜けてきた、根本1対1、根本こぼれている、根本どうかな、左下、あーと、いやよく止めました、しかのただいい抜け出しでした、根本。いやー根本選手いいタイミングでしたね、でここの後ですね、ここで1回フェイント入れて、まあ、少しこう体が流れてしまった部分もあって滑ってしまったというのもあると思うんですよね、はい。突破した、小堀のシュート、枠に嫌われました。中央突破して左足振りましたけれども、ね、まあ、あのスピードでこれ切り返して、このシュートまでのところで、ここのコースに飛ばすこのシュートスピードで、まあ、なかなかできることじゃないと思うので、いや欲しかったですね、まあ、本当にあと少しというところでしたね、はい。ボールセットは山下です。ショート長い、長い左足入れてきた、いや決定的でしたね。エンド変わって左から右に攻めていくグレーのユニフォーム、アウェーの栃木 SC です。いわき FC が後半は右から左に攻めていきます。跳ね返ったボール、セカンドボール、宮本から右に一気に送る、有田惜しかったですね。もうこのようにこうチャンスとなると、もう前にこう人が湧き出てくるように入ってきますよね、はい。もう一回いわきが拾います。下田、おー下田突破した、つながった、谷村、ここもまたブロック行きました、栃木。あ、今枠に行ってましたね、ブロックしなかったら入ったようなシュートでしたよね、はい、よく防ぎましたね栃木。ここ下田選手よく突破しましたよね、相手の中心のうまく逆を取って、そしてここのパスのタイミングも非常に良かったです。コーナーキック抜けた、コントロールが左足、ハンドはない、もう一回いわき、宮本左で浮かせて、おー繋げた、岩渕だ。3戦連発、アウェーで取り続けてホームでも出番が来ました、それに応えました岩渕。いやーすごいシュートでしたね、まあ、ゴールに向かっていく全くこう無駄のない動きといいますか、はい、でこの
のパスも良かったですよね、ここ相手のプレッシャーも来てたので、シンプルなプレーを選択するというのもあったと思うんですけれども、ここ際のところを狙ったパスも勇気ある判断良かったと思いますし、はい、なんといってもこの矢渕選手のコントロールからシュートまでの全く無駄のない動き、見事なゴールでしたね、はい、山下を狙ってきた。惜しかったですね。お互いすごかったですね。山下のナイスシュートと藤田のナイスストップです。いや本当ですよね。藤田選手もよく防ぎましたね、体ここで固めながら狙っていきました。川村です。川村に切られました。急ぐ栃木、1回終わります。試合終了。今日のヒーローは試合が終わったと同時にピッチに座り込みました。岩渕の強烈な一振りでした。それが決勝点、いわき FC 栃木 FC を下しています。